やっちゃうよライドンです。そしてやっちゃうよ姉貴ジョーンズです。ということでですね、今日もやっていくんですけど、はい、今日はねちょっと結構その俺とかそのみなみが、親とね結構仲が良くて、はい、父親のね飲み会に参加するんですけど、はいはい、本当にね10年前ぐらいはもう結構食事とかに参加するようになったの。多分もう本当に中学とか小学生ぐらいの時から毎年毎年もう何回もその親の食事会に参加してて、もう親の友達とかもみんなそのタメ口でみんなもうあだ名でねヤッシーとかねてっちゃんとかチックとかねみんなそういうのを名前あだ名で呼ぶようぐらいになっちゃってるんですけど、今日それ行ってきてもう2人で酔っ払って。みんな強すぎる。マッコリ亀とか、そうマッコリの亀とかもあそこでしか見たことない、見たことない本当にってぐらいみんなに強すぎるんですけど、でそれで俺らがちょいっと乗って酔っ払って2人でフラフラしながら帰ってきたんですけど、そうで今ちょっと俺ん家にいて、なんか動画を撮りたいなと思ってクソ眠かったんですけどね、言うて風呂入ったらちょっと回復したんで、動画撮ろうかなと思ってるんですけど、そうでさっき動画をシュートしたとつさんにダメージを受けるために黒歴史公開ロワイヤルって言われたんですけど、ちょっとね申し訳ないクララするメンタルじゃないですよね今。私がゲーム弱すぎるっていうのはある。毎回私が負けるきっと。そうそれはある。で前にみなみが俺がちょっとそのクララプロになりたてぐらいの時にみなみがちょっとクララ始めたんだよね。でトロが確か600ぐらいで、ここどうやったら勝てるの勝てないんだけどっつって、もうどうせもう絶対に 100% 飽きるだろうなって思ったけど一応やっぱり聞かれたからさ、教えたわけよ俺も、こうしたらいいんだよって何も覚えてないでしょもう。もうね違う来期が1000ぐらいまでやってくれたんだね。そうだね。だけど私がやると減っちゃうから、もうやりたくなくなっちゃう。そう減っちゃうから、そうやりたくないってなっちゃうねやっぱね。勝ち方方法をやっぱり教えてもらわないと、そう。すみませんちょっと教え方悪くて。ってことでね適当にね雑談していこうかなと思うんですけど、で1個そのツイッターで言われたのが今あるかな、ちょっとツイッター見ようかな。よいしょ。私も来期のツイッター3000フォロワーぐらいの時から見てます。3連初期その俺がプロになった時が俺ちょっと結構覚えてるんですけど2200人だったんですよ確か。で1週間で3700人になったんですね。だからそのめちゃくちゃ上がってるその間にそっからずっと見てるっていうだいぶ初期。そうだからLINE の名前を来期ジョーンズにした時あったね。あったかも。でそれで私来期ジョーンズって誰？うわーつらっつれーめっちゃつれー。それはいてーいてそれはつれーわやば。いや違うだってそれは来期が悪いじゃん。LINE の名前をそれ。いや俺が悪いよ。俺が悪いのは分かってる。俺が悪いのは分かってるけど、辛すぎる。で、一つもらったのが、来期さんがゲームのプロになるときにどう思ったのか、来期さんの活動について姉目線で語ってほしい。これがね、思ったんですね。結構来たんでね。どうですか？いや、私即決でやった方がいいって言ったよね。言ってたね。そう、もう割と、もう俺どうなんだろうぐらいな感じで来るかと思ったら、ワイの母さんもみなみも割とすぐ「あいいんじゃない？」って言ったよね。じゃあもともと前の仕事やってた時から来期はそのゲーム関係がいいんじゃないかって私は思ってて、でもプロゲーマーっていう職業を知らなかったから、そのゲーム作るとかそういう方がその頭の回転的に向いてるんじゃないかって思ってたんだけど、でもこねないと。高卒じゃ無理よなーって思っててそうそしたらプロゲーマーになるかもって言ってたから、いや絶対やった方がいいよって向いてるよってなったまあなるよね。なるよ。だって得意分野じゃん。まあ言うたら。うん。得意分野は伸ばした方がいいでしょ。割とだから、うん、その反対される覚悟があったんですけど、だから前の仕事も結構やばかったってのもあって、結構今までもう厳しくね育ててきたあの母親からもね秒で OK もらって俺びっくりしたもん正直。うん、多分ちょっとは反対っていうか最初は反対から入るんだろうなっていうのがあったけど、もうすぐピュッて「あいいんじゃない?」っつってみんな思ってたきっと。ああなるほどね、うん、この人は頭の回転を生かしたものになった方がいいってみんな思ってて黙ってた多分。なんで黙る？だって、うん、自分が選んだ進路じゃんやっぱり。まあまあそれはね、うん、まあ確かに確かに、うん、俺もちょっといけんじゃねえかなって思ってたからね、うん、まあまあいけなくはなかった、うん、ただね、うん、ちょっとねもっと向いてるものがあったっていう、まあ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 、まあ、そういうことですね、そういうことです。はいということで、引き続きね、まあ、ドズさんのね意見もねちょっとね採用というかまあちょっとドズさんからダメージを受けるために黒歴史に暴露ロワイヤルって思ったんですけど、単純に前回話してないなんかあるんじゃないかなって思って、黒歴史がねそうでみなみがいっぱいあるよって言ってたんですけど、言うて何も覚えてないんで、なんかあんのかなと思って。待って待ってさっき待って。一瞬で忘れた。一緒。だから酔っ払いは。全然覚えてないじゃん。いやさっき言ってたじゃん。うん言ってたけど実はね俺も何も覚えてない。嘘さっき言ったばっかりじゃん。だって俺もう適当だったもん多分。ひどい。なんかあるって。あ思い出した。なんか。いや来期は超ビビリで、私も言うてビビリだったんだけど、なんかビビリは嘘でしょ。いや割とだよ。みなみ全然ビビリじゃなくね。いや世間来期に比べたらビビリじゃないけど世間に比べたらビビリだから。嘘つけよ。だってもう何かやばいこと起きても、うん、まあなんとかなんでしょみたいなメンタルで生きてるじゃん。そうつけよ。私の番じゃないじゃん。来期の番じゃない。来期がなんかコナンが好きだったんでね。コナン大好きや。毎週見てたね。そうそう毎週見てた。だけどコナンって犯人がなんか真っ黒のさ影みたいなんで現れるじゃん。まあそうだね。そうそれが出てくるたびに物陰に隠れる。人が殺されるのが怖くて、物陰に隠れる。だって本館とか見たことないでしょ。いや実は2回ぐらいある。でも1人はないね。その友達に泊まっててとか、なんかそのみんなでそのなんか再放送を見てとかそういうのしかないね。ね。でもそれはわかる。ちょっと気持ちわかる。いやそもそも俺ら多分怖いの無理じゃん。うん。そうなんだよ。ハリー・ポッターが怖かったから。そう。賢者の石がね。賢者の石だけ謎に家にあったけど、やっぱり怖くね。とか出てくるし、3つの頭のやつが出てくるし、なんってなるよね。なる。でも私最近そのストーリーを聞いて、そのハリーの成長物語みたいな聞いて。でもハリーぐらいはもう最近はさすがに怖いとはならんじゃん。俺イットとかやばかったな。見てないか。私怖いのが苦手って自分で知ってるから見ない。でもさ怖いの苦手だけどちょっと見ようぜみたいにならんな。拒否ならんな。俺なっちゃうんだよね。なって誘うけどそう一人だけこの腕で目を隠しながらこうやって見る。ダサい。一番ダサいやん。いやもともとダサい生き物だったじゃん俺は。ダサさで生きてる。何かさ何をするにもそうこれを聞いてる人にちょっと一つ覚えていてほしいというか聞いてほしいんですけど、私は本当に彼女じゃない。なんかさ前回のコメントでなんかめっちゃあったよね。なんかもう最初のなんか20秒覗けば彼女説みたいな本当にただのお姉ちゃんだから、うん、来季にもし多分ね来季が来季のことかっこいいなって思った人がいて来季の YouTube を見たとしてなんで彼女いいんじゃんって思ったら恋の可能性を一つ潰すわけじゃん恥ずかしいからやめてくれよだから私本当にただのあれで来季の恋めっちゃいいやなそう恋の可能性を潰さないでほしいやべえよそれはなんでいやすごいねいい姉なんですよ、うん、それはね、うん、考えを聞くといい姉なんですけど、うん、やべえいや本当に思った、まあ、いやこれでさらに来季に彼女できてなくなっちゃうんじゃないかと思ってまあねそう本当に心配になっちゃったよ私はそんなに何ですかいやだってさ、うん、その性格がいい女の子ほど、あ、彼女いるんだやめようってなりがちじゃんやっぱりそうイケイケどんどんなね人はまああれだからねそうだからやっぱりただのあれですっていうことはちょっと言っておきたいまあ言うてね9割の人がね、うん、9.5 割ぐらいの人がまあ姉やろうなって、うん、思ってると思うけど、若干のね誤解がちょいちょいあったからねそうちゃんとコメントとか全部読むから私俺だって別にみなみから連絡来てないけどどうせ読んでんだろうなって思ってなんかめっちゃ来たんでしょ、うん、そう見たよみたいなそうなんかクララをやってる同級生が結構いてらしいねそうでまず来季ジョーンズの姉なのっていうところで結構まず最初連絡来てでなんかでそうちょっと話した時に、うん、そうでもちょっと外のキャラの方が私はちょっと強めで外生きてるからちょっとこのキャラは恥ずかしいっていうのもあってオラオラだからねいやオラオラのイケイケどんどんだからねいや仕事とかはやっぱり女の人っていうことで舐められやすいっていうかそういうとこあるからそうちゃんと愛嬌と強さのバランスを保ってるからやっぱり顔出しはできないねそうかねまあ仕事的なあれがあるからねいろいろそういう仕事だからねそう固めうん固めだからね、うん、まあねでもなんかもうさ、うん、圧倒的になんかうまいよねそう生きるのが南は本当に記憶力とか本当にないんだけどそのコミュニケーション能力で生きてるっていう感じはあるコミュニケーション能力が高いのがね羨ましい俺はいや来季だって来季高いよ言うけどだけど、うん、なんか多分そんなんだろう南に比べるとさ、やっぱあれじゃん。いや、でも、うん、そのトータルスペックで言ったら記憶力とかも来季の方があるし、まあ私は本当にコミュニケーションで、でもなんかすごくね、そのコミュニケーションだけで、あと勘ね、勘はすごい、すごいわ、勘はすごい。なんか大体。なんかねマジでやばい時とかいないもんねなんかなんかさ、うん、いやあいつなんかちゃっかりしてんなって結構なるもんなんか何悪口ですかいや全然いい褒めまあ褒めなら受けましょう来季の黒歴史を話すって言ってたのに全然こんなもんでちょうどいや1個しか言ってないやついやだいぶでしょだいぶ言ったでしょなんか自分で黒歴史だなって思うことないのないよねでも本当にいやそれがすごいよね本当にいやみなみなんかないの来季の黒歴史違うみなみのいやなんで私ないよ損してここで俺が知らない黒歴史って損してこやだよ絶対俺よりいっぱいあるじゃんいっぱいあるけどやだよまあ絶対次回だなまあ今回は俺の回だからね次回楽しみにしてください来季のチャンネルだし来季のその話を期待してるでも実際多分今その見てる人が南の黒歴史か俺の黒歴史どっちが気になるかって言ったらうんまあお姉ちゃんのも聞いてみたいなーってなる絶対なる絶対なるから絶対なるだから来季のそのプレイとかを見てあ来季いいじゃんって思った人たちが見に来てるわけじゃんだってまあそれもねそうでそこでなんかお姉ちゃんの苦しいや絶対それはなんないそんなだって俺のいつものクラロワよりなんかえぐいなんか比率で高評価ついてたもんなんか再生数に対してなんかいつも再生数はいつもよりねちょっと多いぐらいだったんやおうと思ってなんかグッドが5倍ぐらいついてたいつもよりだいつも200ぐらいやそうそうそうみんななんか1000何とか言ってたじゃん見てる人だって知ってるでしょあなたどうせ見てんだろうなと思っていや本当になんか来期別で暮らしてるからやっぱりまあそうね、うん、生の来期を生存確認っていうか元気に生きてるなって嘘つけよ嘘つけよ絶対なんか適当に暇つぶしで見てるでしょ今日何やってんだろうなあいつぐらいな感じでしょそうだって全然自分から近況報告とかしないじゃん普通しなくねでもそうなの南もだって言うてじゃん確かに言うてしないし自分から「今日も元気です」みたいなしないでしょだっておかしいでしょ普通に考えて自分から「元気なの?」って聞かれたら「元気だよ最近もこういうことがあって」ってなるけど自分からさ近況報告で最近も急に家族LINEで「実はさ」っつって。こんなことがあってってならんでしょならんでしょおかしいでしょだって普通に考えてならんだろってあと今どんぐらい話したのねお16分すごいねあっという間ないよあっという間でしょそうやっぱ南さんちょっとすごいっすねやっぱまあ特にね俺だって今まで、うん、あれだそうなんかなんだっけその先生に言われたっつってなんだっけ先生になんか来期が違う中学とかも年後だから一緒なんだよねそうでなんか来期が給食こぼしちゃったかなんかでわざとじゃなかったんだよねわざとじゃなかったのになんか給食泥棒みたいな先生に言われてじゃめちゃくちゃ先生に嫌われてたのそうめちゃくちゃねなんか先生がそのなんかやっぱりその俺もさやっぱ反抗期とか、ね、別に親に反抗した時期は多分俺なかったんだけどなんかやっぱ先生が言うとちょっと気に食わないとことがあるじゃん。っていうか来期はなんか私的には、うん、謝ってなんか一言別に本心じゃなくてもごめんなさいって言えば済むのに、うん、本心じゃなかったら絶対言わないんだよね。そうでも聞いて、うん、最近はね、うん、いや当たり前なんだけど当たり前なんだけど高校卒業してからは。っていうなんなら高校の途中ぐらいからそれができるようになったんだけど中学の途中はやっぱりしかもその先生がもうバカみたいに嫌いだったじゃん俺もう毎日なんか悪口言ってたじゃんあいつマジさクソなんだよっつって言ってたじゃん給食泥棒ってそうお前は給食泥棒だっつって他のクラスから集めてこいっつって隣のクラスコンコン失礼しますってもうこれこぼしちゃったんですけどこれないですかっつって5個のクラスに俺回ったかんで言ってなんで俺これだからそこがもうでも下手くそだけど私はすごいなって思ったなんかその時はなんかあ下手くそだなって思ってたけど今になるとなんか仕事面に関してはそういうのって大事だなって思う。まあでも逆に今はもう多分あれやとりあえずごめんなさいってなるな。今は私仕事しててなんかいや学生生活うまくいってた人が仕事で活躍するのって結構難しいだろうなって思う。なんでだって学生だと結構何でもこなすみたいな均一に何でもできるみたいな方が重宝されがちだけど仕事とかになると一点突破みたいなこれができる人がすごいみたいなあるじゃん若干、うん、だから私は結構均一にできてたタイプだからいや一つに特化っていうのが結構難しくてそういやーこれ来期下手くそって思ってたけど、うん会社で勤めるってなったらこういうやつの方が活躍するよなっていうのはめっちゃ思った。それはいい話。ということで、今日はねこの辺で終わるんですけど結構雑談した気がする。うん、まあ多分まあ次はやっぱりうちの姉のね黒歴史が聞けると思うので。違うんだな。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。